い、ということで、まあ、僕のね、まあ、やっぱりおすすめしたいものっていうかね、まあまあ、ビートボックスなんですけども、まあ、まずビートボックスっていうのはそもそも何なのかっていう、まあ、簡単に説明するとですね、まあ、口で楽器の音だったりとか機械の音だったりとかっていうのを、まあ、奏でるようなね、パフォーマンスなんですけども、まあ、それが僕本当大好き でいつハマったのかっていうとですね、まあ、スパドラ入ってちょっとしてからもう本当にガチでやるようになったんですけども、いろいろ動画を見てたんですけども、そこからループステーションっていうまず機械、多重録音ができる機械があるんですけども、フランスのビートボクサーサロさんっていう方がいるんですけども、もうその方を見てからもう衝撃が走って、でそこからもうループステーションもやっていきたいな、やっぱりビートボックスを使いながらループステーションもこなせるってすごい、やっぱりすごいと思うので、すごいやっぱすごいって何言ってるか分かんないんですけど、まあやっぱりループステーションもやりたいなということで、まあ、今スーパードラゴンの裏ドラっていうYouTube チャンネルがあるんですけども、そこで僕はよくループステーション動画は、まあ、上げてるんですけど、まあ、今のところ2本しか上げてないんですけど、今のところよくとか言ってるんですけどね、でもサロさんも本当に意味わからないようなもう本当に音を次々と出していくんですよ。でどうやったらあの声からもういろんな楽器の変に変です、もう変な音が出るような、まあ、やっぱりことができるのか、技ができるのかっていうのは、まあ、やっぱり深いんですよね。やっぱりもう見ていくたびにすごい感動してですね、まあ、ビートボックスで僕泣いたことあるんですけども、本当にそれぐらい僕すごい感動してるんですよ。実は僕がそのビートボックスめちゃくちゃハマる前からすごく知っていたビートボックスラボっていう YouTube チャンネルで配信している MC ズーナさんって方がいるんですけども、 MC ズーナさんが動画を上げてくれてですね、それでなんとスーパードラゴンのもう逸材を見つけたって言って、僕と今他のメンバーにトモヤとジャン君がいるんですけども、それをまず紹介してくれたんですよ。もうその時点でもう本当に涙出ちゃって、ありがとうございますありがとうございます、もう本当に続けますって言って、まあ今ではねやっぱりその方も本当にだからビートボクサーさんにもう伝わったっていうことで、まあ、やっぱり僕もやっぱどんどんそれ幅を広げていきたいなって思っているので、まあ、裏戸でもループステーション動画だったりとかね、まあ、そのビートボクスその動画でもやっぱりいいと思うので、まあ、どん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 上げていきたいと思ってるんですけども、今一番やっぱりやりたいのっていうか、すごいいろんなビートボクサーさんとか、まあ、YouTuber さんでビートボクスできる方いるじゃないですか、その人とまあセッションとかしてみたりとか、まあ、セッションだったりバトル取ったりとかもう、ね、いろいろ本当してみたいんですよね。だから本当にビートボクスはですね、まあ、今もうやめずにもう今もずっと続けていって、まあ、一番いいなと思ってるのが、まあ、やっぱりビートボックスを通してスーパードラゴンを知っていただくっていうのがやっぱり一番なんで、まあ、やっぱりねそのビートボックスっていうのを、まあ、これからもやめずに続けていきたいと思います。音と人をつなぐ場所、M1 ミュージック。